あいつのところをついてくぐらいが良かったと思ったけど、うわあ、うわ、なんだ、すごい殺され方。シュッ。どうもー、鳥の爪団外です。ホラーゲーム企画から説明第376弾はこちらのゲーム、ウィックやっていこうと思います。こちらのゲームはですね、ろうそくが主人公のホラーゲームっていうちょっと一風変わった感じなんですけども、海外の学生さんたちが8ヶ月かけて、制作したホラーゲームですね。そのろうそくのような可愛い見た目のキャラクターが不気味な教会を脱出するみたいな、そんな感じのストーリーみたいですね。ちょっと雰囲気としてはリトルナイトメアとかそういったものを彷彿とさせるんじゃないでしょうか。ということで早速やっていきましょう。スタート。取り詰め。おー、嘘スタートをしただけなのに、スマホを落としただけなのにみたいなフレーズになっちゃったけど、スタートをしただけなのに、なんか魅力的なゲームだな。すごいすごい、開幕ベチャベチャ。ああ、すごいすごいすごい、吸い込んでるな。あ、さっき俺を掴んだ人かな。助かりました。なんとかろうそく助かりました。よかったです。火炙ったろうかー言ってね、ちょっと軽く手添えて、うん、なんだろうね、でも病気になってるような感じだね。なんかそういうのが蔓延してるのかな。ここはなんだ、すごいセーブポイントっぽいよな。あー、ろうそくのところ来るとなんかピカピカしますね。これは、あ、火が灯るんだ。なんかアクション面白いね、可愛らしいな。どうも。あ、ジャンプできる。かわいいかわいい。あ、で、こっちに移すみたいな感じ。あ、わかったわかったわかった。しばらく走ったりとかしてると、ろうそくがこれ縮んでくんだ。で、こういうところに乗ると回復するみたいな感じだね、イメージ。なるほどなるほど。じゃあ、ダッシュとかをうかつにしすぎると、早くろうそくがなくなるんじゃないかな。あ、ろうがポタポタ垂れてるもんね。足跡みたいなもんなんじゃないこれ。はい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 。なるほどね。で、スペースでジャンプができるよーと。で、降りたところにこれろうそくがあるから、チェックポイントにもなりつつ、ろうそくがちょっとニューッと伸びる感じなんだろうな。はいはいはい、面白ー。なにこれ。もうこの段階で俺製品版出たらちょっとやりたいぐらいな勢いなんだけど。まあでも、いかんせん学生さんたちが作ってるプロジェクトなんで、製品版までたどり着けるかわかりませんけども。あ、すごいすごいすごい。あ、いいよ。なんだ、なんか持ち上げた。あ、火消すやつじゃない。あ、なんだ、バレないようにってこと。うん、捕まってますよ。っていうところまでがチュートリアルみたいな。おしゃれー。何今の化け物、怖っ。ウィック、いいっすね。タイトルロゴとかもめっちゃ凝ってる。愛のところがろうそくになっててね。ということで、再びやってまいりました。うん。あ、ろうそく消すやつ持ってる。あ、奥の扉がなんか開いてるな。さっきのところと一緒だよね、多分ね。ステージとしてはね。で、あーって言ってる。あ、いるわ。プレスコントロール。あ、しゃがみ動作がいわゆる消すやつなんだ。これでも消えないのかな、命の灯火みたいなもんなんじゃないの。あ、かわいい。進んでこうね。うん、とりあえずでもここまで行けば大丈夫。消えはしないんだね、一応ね。降りるよ。よし。怖い怖い怖い。なんか反応してる、反応してるね。こっちまでは来ないかな。うわ、邪悪な存在。いや、こっちまで来るじゃん。あ、ちょっと待って、ろうそくが短くなってきてるな。下降りて、下降りてるのか、これ大丈夫なのか。あ、いた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 。あ、短くなってる、短くなってるよ。あ、よし、危なー。あ、伸びてきた。おー、ニューっと。ろうが追加されてる。これでも火灯しちゃったのまずくない。あ、バレてない、それバレてるよね。あー、危ない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 。ちょっと待って、
やばいやばい、バレたバレたバレた、ちょっと待って、ダッシュ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 、ちょっと待って、よし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 、ここまで行けば大丈夫か、おい怖い怖い、ちょっと待って、コントロールしゃがみつつ、すごいすごいすごい、プレス Q で何ができるんだい、 Q ボタンを押すと、あ、なるほど、クローンみたいのが作れるんだ。 Q ボタンで分身を作って矢印ボタンで動かせる、はい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 、これで気が済んだあ、なるほどなるほど、バレたらああいうのでろうそくを奪わせれば一応回避みたいのもできるってことかな。ちょっとじゃあ行こうか。怖っ、何あれ、あの化け物は何なんだろうね、一体ね。こっち側またバレないように来つつ、いやでも結構ろうそくの減りが早いんだよな。ちょっと待って、ジャンプジャンプジャンプ、よし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 、いった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 、よし、おっとっとっと、扉開いたね。あっちの奥に進んでいったと。ふう、危なかった。あ、火がついたね。とりあえずここまでクリアか。で、なんか落ちてきたね。あれ取りに行った方がいいのかな、ちょっと気になるよね。あ、ここだな、ここのロウが垂れたんだな、はいはいはい、で、そっち側の上だな、多分な、はい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 、扉こそ閉まってしまったものの、こっち側に進めるようになったと。ジャンプジャンプジャンプ、これあれだな、コントローラーの方がちょっとやりやすい可能性はあるな。まあでもいいや、ちょっと今日はキーボードでやろう。よし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 、オッケー、チェックポイント。いや結構命の灯火がすぐ消えてくな、やっぱろうそくだけあって怖いね。あいつらに追われながらだとこう身動きできない瞬間とかも多々あるだろうから、そういった点がちょっと怖い。いいぞー、上まで来た。はい、またニューッとろうそく伸びてこれかわいいなー、なんかオリジナルキャラクターって感じで、ほんといいですね。ここは進んで大丈夫かな。あ、シャンデリアだ。あれ、なんかちょっと心強いじゃんね、こういうでっかい火は。仲間感強いね、不思議な力を持ってるなこいつはな。さあ、で隙間から、あ、別の部屋だな。ただなんかでも赤いモヤモヤみたいのがいたよな。あれあれあれ、虫か、あいつは。めちゃめちゃいるじゃんあいつは嫌なやつだよな。なんだなんだ、どっか開けたような音したよな。あの虫もなんか襲ってきそうな感じはするが、とりあえずでも降りるしかないか。いやでも襲ってくるってことだよね。ああ、ダメージ受けてるな。ああ、こいつらの攻撃を食らうとろうそくが縮むよってことかな。そういうことだよね多分ね。あ、痛い痛いまあここにいれば大丈夫なんだろうけど、ぐーっと行って、あ、ここの下だ、ろうそくのところとかまで早めに行かないと。うわー、結構蓄積ダメージが痛い感じだろうな。となると、例えば Q ボタンで出した後、同時で俺が行っちゃって、はいはいはい、でどっか、あったあったあった、こういうところまで、あー、なんかおびき出していく必要はあるかもね。ここにいればまあまあ大丈夫だから食らってもいいだろ。これコントロールを押してさ、ちょっとしゃがんだ状態みたいのだとどうなんだろう、バレんのかな。あ、一応バレなさそうだね。はい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 、やっぱ火に寄ってくるって感じなんだな。あー、で息遣い聞こえるな。ちょっとまずいぞ、はい急いで、あー危ない危ない、だいぶ縮んじゃった。でなんか水の滴る音が聞こえるから、これ火消えちゃう可能性あるよね。とりあえずこっち側から行ってみようか。怖いな、近いぞ、しゃがみつつ、うっしゅ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 、で、そこのところ。はい、OK。伸びて、徘徊してますね、あいつがね。でも、行ける場所としては、こっち、ジャンプ。あー、ちょっと怖いね。怖っ。ひとまず、もう一箇所、どっかろうそくがあるところを見つけたいんだけども。あー、でも、虫もいると。あ、でも、そこまでは行けそうだな。ひとまず、そこまで行こうか。よし、バレてはいない、オッケーオッケー。
てかそもそもあれだな、水が滴りすぎててそっち側には俺行けないだろうからバレないよね。よし、このタイミングで行こう。レッツゴー。もう一箇所どっかあって、あっあっ、怖い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 。いいぞいいぞ、でも大丈夫、ここなら水も当たらないし、一応長さ的にはギリ間に合いそうだな。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、いいよ。怖いなあいつ。なんだろうね、この教会のシスターとかが化け物になってしまった姿なのかな、その病気とかによって。そういう感じの世界観してるよな。でもなぜろうそくに命が宿ってしまったのかよくわからないけども、不思議な世界観だね。さあどっか、あ待って、ここクラウンだ、やばいな、ちょっとこれ間に合わないぞ。となるとダッシュでも、うわーやばー、バレたーバレたー、これは死んだー、これは火が消えた。あこっからやれんだ、よかったよかった。でダッシュは本当にマジでピンチの時だけだな。うん、あれもダッシュしたことによって明かりがブワーっと広がってあいつにバレた感じだったもんな。基本はやっぱコントロールの火を消した状態で行った方が良さそうだよな。これ大丈夫か？あーなんかバレそうだったけど、バレてるじゃんか。え、これ大丈夫なの？大丈夫だ、ギリのギリ。怖っ、タイミング狙っていきつつ行こう。こっち見てる、はい、で一回火をスピードアップして、へぇー、バレないように、へぇー、あぶねえ、あぶねえ、虫来てるよ、そこまで行って、よしよしよし、あー危なかった、あー命の灯火。ろうそくが伸びた、虫近寄ってきてるな、これむしろ攻撃してもらいたいぐらいなんだけどな。一回どうぞ、はい、分身出して、分身出して、で俺は火を消しつつ、分身消えちゃった、それはダメじゃない、おー意外と分身の時間短めだから、あー危ない危ない危ない。でなんでそこで止まってるの、あなたちょっと突っかかってないですか。はい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 、ちょっと壁沿い進みつつ、いいよいいよ。でその奥まで、これでも分身出したらロー消費しそうだもんな。ああ危ない、火つけて今のうち、ちょっとスピードアップ、なんかあれ、なんかあれ、あった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 、ロウソク、よし間に合った、あーオッケーオッケー、いやいいな、面白いなこのゲーム。あどんどん火がついていく、綺麗だね。そっち側までとりあえず行ってみようか。ここはでも回復できるエリアではない、そっち側もなんか行けそうな雰囲気？あ、行けそうな感じだね。ここなんだ？あ、なんだ？え、ちょっと待って。来てるのか？はぁを言わないで。え、何？どっか入ってきた。あ、なるほど。窓割れてた。ここ入れる。行くね。よし。よしよし、チェックポイントかな。いいぞ。楽しいな、このゲーム。あいつも不気味でいいし、こういう可愛い感じのビジュアルもすごく好き。ただの雷、ちゃんとビビる。ここ隙間入って、よし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 、よし、命繋いだかな、オッケー、火がついて、うわいるな、はい火消す、こわー危なかった、ろうそくでも伸びたね。次の場所がな、どこ目指したらいいかっていうのがちょっといまいちわかんない。おお、ちょっと危ない危ない危ない、ここなら大丈夫かな、こーわ、なるべく距離取っていきたいけども、わーなんかバレそう、バレバレてる、わー待って、一回こっちまで、よし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 、あ危なかった、
戻ることにはなったけど死ななかったぞ。よしよしよし。でもやっぱあそこまで一回行かないとろうそくの長さ足りないよな、きっとな。ギリ行けるはず。はい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 。ニューッと伸びて、よし、一回消してつけて、よし、そっちまで行けるか。行ってくれ。行った。ここもダッシュでいいんじゃない、普通に。こいつ通れないはずだもん。よっしゃー、どうだー、オッケー、チェックポイント楽しいなー。奥に見えるステンドグラス、あれもなんかさ、骸骨になってたりしてデザイン凝ってるよなー。すごいいい。あ、棺かな、ここは。ねえ、棺桶だよね。こっちの奥でいいのかな、進んでいくよ。ろうそくあるもんね。チェックポイントみたいなの踏みつつ。あー、今度はまた虫エリアだ。となると、あー、やばいやばいやばい、これ暗いすぎてるな。ちょっと待って、一回一回戻る。あー、助けて。うー、これは分身使った方がいいところかな、きっとね。まず Q で分身を出して進みつつ、そっち側に行かせる。はいはいはい、いいよいいよ。で、俺はダッシュ、そこまで。よっしゃ、いったー、虫エリア突破。よし、チェックポイントだね。オッケー。おっと、来たね。まずは椅子裏で回避かな。よし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 。これ大丈夫か、あいつのところをついてくぐらいが良かったと思ったけど。うわうわ、なんだ、すごい殺され方。シュッ消し方は割とシンプルに指でつままれるっていういや、面白、難易度的にもなんかちょうどいいね、難しさが。ここのエリアも分身使った方がいいかもしれないな。分身使って、でこっち生かして伸ばして、ふい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 、一旦こっち、はい、で、あばよー、ちょっと待って、でもあれあれ、 あったー、ありました、よかった。で、こっち側来そうだもんな。おい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 、はい、通れます。よし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 、どんどん来そうだな、これ。あの扉ぐらいだったらぶち破ってきそうだもんね。はい、チェックポイント行きつつ、ダッシュダッシュ、あそこまで間に合う？おー、なんだなんだなんだ、うわー、シャンデリア落ちてきたんだ。嘘、ここどこよ、下落ちてきた。でも逆に言うと、あのシスターみたいのとはお別れできたんじゃないこれね。うわ、シャレ神戸死しかないじゃない、こんなところ。なんかネズミの声も聞こえるね。リトルナイトメアだったら食べちゃうからね。まだいるの？危ない。怖っ。怖っ。暗っ。こっち側？奥だよね、多分ね。キュッキュッ。なんか泣いてるよな、ネズミかなんかが。ここだよね。よし。何？いるんだ。いるんだ。真っ暗で何も見えない。うんうんうん。以前より寄ってくるようになっちゃってないって、これ。ねえ、暗いところだからさ。ってことは、Q で分身出しつつ、うわ、これ大丈夫なの？やばい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 、分身だ、走行間違えてるって、怖い。意外とこれ、両方操作しなくちゃいけないから、難易度高めだな。分身出して、早めに進んでもらって、どう？どう？あ、分身に反応してないな、あれ。危ない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 。やばい！間に合え！よし！いった！いった！いった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 。これでも、サイズ小さいから、早めに行かないと次のところ。よし。伸ばして伸ばして伸ばして。これいけるでしょ。
こっちまで行っちゃった方がいい。今あいついないもんね。ここの隙間だよね。はい、取った。あー、ちっちゃいならではの戦い方だね。生存戦略。回るピングドラム。急に出てきた。奥行きましょう。懐かしすぎるな。回るピングドラム。こっち側だよな。お来るのか。まずそこ。やばい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 。どっち？なんかでもバレてない。ジャンプだこれ。ジャンプ。そっち側。よしよしよし。なんかボーナスタイムだったな今の。本来あれ死んでてもおかしくなかったよね。骸骨だらけのところに降りてきたぞ。なんかあれなのかな、病気になってしまった人がここでこうもう仮装された、まとめて仮装されたって感じなのかな。さあ登って奥に、よし、隙間だね。怖いな、捕まれそうだね。うん、こっち側かな。あ、また虫かい。虫やめてくれ。はいはいはい、長さ足りるこれ。結構ギリギリじゃない。ジャンプジャンプジャンプ。あー、危ねえ、間に合った。よしよしよし、いいぞ。でさらにこっち側、カメラアングル大丈夫か。おい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 、シンプルに怖いやつ。危なー。でそっち側渡って、今度はどこ行ったらいいんだ。ろうそく OK、 補給しつつ。わあ、いるな。ちょっとでも見えないな。こっち側は行き止まっちゃってるのか。そっち側まで行こうか、まずね。ろうそくエリアまでぐーっと行って、よし、火つけてもらって、よしよーし、オッケーオッケー。下まで通った。シスターは奥にいるっぽいね。うわっ、真下。ちょっと危なっ、暗すぎて見えなかった。怖っ。こっち側じゃ逆に行けんじゃない。火つける。下くぐれちゃえば大丈夫だもんね。オッケー。あー、よし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 。いや、デモ版だけど結構長めに遊ばしてもらえるな。ちょっともうちょっとろうそく伸ばしておこうか。よし、マックスまでかな。そこのドア下くぐってろうそく補給して。いや、ろうそくポイント結構いっぱいあるから助かるな。お、なんだなんだなんだ、火がついてく。これなんか大体追いかけられるパターンだけど、こういう時って大丈夫か。階段じゃなくスロープで行くタイプ。階段のジャンプ結構大変だからね、難しいから。よし、ふう、とりあえずで持ってきてはなさそうだな。あー、じゃあそこの扉通っていこうか。いいんじゃない。なんか大広間みたいなとこ来たぞ。よし、上登って、ここでも火つかないか。そっちかな。おい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 、来てるぞ来てるぞ来てるぞ。なんか、え、なんだなんだ、ムービー入った。お、聖なる光よ、やつを浄化してくれ。いいぞ、嫌がってる嫌がってる。なんだこれ、すげえすげえすげえ。やっぱ皮膚の感じ見ても病気になってしまったシスターだよな。あー、灰になった。日の光みたいのに弱いのかな。すげえ。わー、面白ー。ということで今回はリトルナイトメアを彷彿とさせるような可愛い感じのホラーゲーム、ウィックの方で遊んできました。いやー、これなんか製品版とかでちょっと長編で遊びたいっすよね。面白かったなー。グラフィックもめっちゃ綺麗だし、システムも面白いし、いや最高でした。ということでまたこんな感じでいろんなホラーゲーム実況しようと思ってます。そういった動画気になる方はぜひチャンネル登録してトレの爪団に入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。